森保ジャパンのミャンマー戦採点がこちら。はじくさ。今日マジで旗手の存在を比較できなかったわ。なんだかんだ5台でやってる選手は違うなぁと思った試合でした。橋以外。橋岡の機械採点だいぶいいな。空中戦勝利で稼いだのかな。橋このままだとハーランドとのコンビネーションでゴール決めたのがキャリアハイライトになってしまうんだ。陸はシャドウじゃなくてダブル B でいいな。須田は鈴木は世代の有望株だから期待してたけど、呼ぶの早かったかな。まあぶっちゃけ今日の相手じゃ何も判断できんという。ユートは立ち位置悪すぎてびっくりした。パスコース切られてるのに突っ立ったまま動かないし。周り先輩だらけで緊張してたんだろ。この一戦だけじゃ判断できないが、アンダーで一回経験積むのもいいと思う。アジアカップの頃からずっと素が悪くね。ミャンマー相手に何もできんかったやつ危機感持った方が良いよ。旗手とリミットだよ。ユーはまだ新顔だからこれからクラブで頑張ってきてになる。旗はどうするんだろうな。足元うまかった記憶はあるが。どう考えても鎌田と田中はアジアカップに呼ぶべきだった。試合出てなかったら思考停止で呼ばないってのがクソ。雑魚戦バカにしてるけど大きな大会の予選は必ず雑魚戦含まれるし、そこで主力温存できるのは普通にでかいよ。ちゃんと代表に貢献してんだから相応の敬意は払えよ。橋岡は空中戦とチャンスメイクはいいとして、地上戦なんとかしてほしい。